小木に武蔵です。今日はですね、タイトルの通り、レタス、トウモロコシで使用しているセルトレイ、200ケツのセルトレイの掃除、使用してない期間の時の、保存方法だったりを紹介していこうかなと思います。はい、ということで保存方法としてね、セルトレイ使用した後こういうところに置いております。黒のねコンテナを裏返して上に置いて、まあ、直接土がね下 の, あの地面だったりに触れないように、まあ、なるべくプラスチックに触れてるような感じで保存して、でまあ交互にこうやって重ねてやっております。まあ、こうしてた方があの外すのが楽なので、こういう風にしてやっております。はい、まあこんな感じで、あの使用してない時はこんな感じで、雨が当たって、まあ太陽もよく当たるとこではあります。ほんまやったら屋根しといた方がいいのかなと思うんですけど、まあ、今のところこれでは問題ないので、まあこういう風な保存方法で、でまあ結構最近晴れてるので、こうやって重ねてても割と乾燥した状態で保存が、効いたような感じにしております。で、まあ、なるべくやっぱこっちに持ってきて保存する際は雨が当たらない、雨とか土がこうついてないようにしたいんですけど、この辺はちょっとよくついてますね。でこっちは非常についてなくていい感じで、まあそういう時もあったりするんで、ちょっとここはもうちょっと土を持ってこないような努力をしないといけないなと思っております。はい、まあこんなような感じで保存しております。洗う時に使用する道具が、まあ黒コンにね、ここ穴開けておりまして、中にこういう風に水管をねこう通しておりまして、穴がこっちに開いて、で横回ってぐるりとあります。こんな感じでね、で穴はもうあのバラバラにこっちとこっちは、互い方面だったりとかにね、やっております。でまあ水ホースがつながってるので、水出したらバーっと、まあ後から実践の様子見せますが、水が出るようになって、ここにこうやってセルトレイがねあるんで、これをこうやって刺して抜いてみたいな感じで、こうやって交互にやったりとかして、洗うというようなのが一連の流れかなというような感じでございます。まあ、誰でも作れるようなもので、別にこれ黒コンじゃなくても、それセルトレイに合うコンテナのサイズだったら、作れるというようなものになっております。はい、まあ、こんな感じで、でこうやって袋してあるんですけど、袋ないと水がバーッと出るんで、僕はまあ別にそれでもいいんですけど、周りにね水飛ぶと変なところにも水たまりできるんで、ということで、まあ夏の間はね袋なくて自分にこうカッパ着て浴びさせた方が暑くないんでいいんですけど、まあそんな感じで、まあ周りに水が飛ばないようにということで、袋こうやってやっております。この40リットルのゴミ袋かな、はい、透明なゴミ袋を上からかぶして、ここ穴開けてテープでしてみたいな感じとなっております。はい、でこれちょうど洗った後のものが重なってて、まあ、後ほど紹介しますが、はい、一連の流れとしてはこれを洗って、ここに置いて向こうに並べる、あの、ね、太陽のところに並べて、乾燥させるというような段階でやっております。はい、ということで、実践の方を紹介していきます。はい、ということで実際に実践というか、まあ、使っての様子をちょっと紹介したいと思います。で結構ねこうやって泥だらけの、セルトレイがありますので、これを普通にここに通すだけですね。こうやってでちょっとこう揺らしたりとかしてやって、ゆっくり持ってきて、まあ一回確認して、まあ、この辺がちょっと泥残ってたりするんで、もう一回ちょっと重点的にやって、でちょっと向きも変えてやります。はい、ということでこんな感じで1枚完成して、まあ、だいぶ綺麗になったのかなというような感じです。でこういうちょっとした砂つきがあるんで、まあ、これは植えた時とかに、まあ、なるべくあのつかないようにして、本当は保管をしないといけないんですけど、ちょっとこの辺は雑でしたね、保存方法が。まあ、ということで、まあ、こんな感じで本当に進めて、やっていくということで、でこっち側とあっち側で穴の場所が違うので、あまりにも、まあ、こういう今やってるようなちょっと土が目に見えて、ね、多くついてるものはこうやってこう交互にしてやっていきます。でこんな感じでいい感じかなと思います。で今ちょっと触って分かったのが、こうやって割れてる
もの一箇所あったりするんですけど、まあこういうものは使用してあまりにも破損が多かったりしたらこの時チェックしてもう使わない、捨てるというような感じにしております。もう至ってシンプルな方法ですね。はい、まあこんな感じで作業は進めております。でこうやって洗い終わったものをまあこうなんていうんですか、ある程度こう溜めていって、まあ今ちょっと動画用にこんだけ分しか溜めてませんが、さっき洗ったものがあるのでこれをまあ1枚ごと1枚というかまあ1枚にしてこうやって綺麗に並べていって、まあ今夕方にやってるので、まあ、一晩、まあ、ちょっと太陽出てしばらくして10時9時ぐらいまで置いとくような感じにしとけば乾くかなというような感じです。まあちょっとその昼間いないのでこれは夕方まで置いとくような形になるんですけど、まあ24時間ぐらいかな、まあそんなような感じで置いてます。で朝やればまあ10時11時ぐらいからね、起き出しなんですか、9時8時9時ぐらいまでこう洗って、まあ9時以降から並べてって置いとけば夕方までに、まあ晴れの日は夕方までにもう乾きます。なんやったら昼ぐらいまでに乾く時もあったり、昼過ぎかまでに乾くこともあったりするので、で置き方が、こっち向きとこっち向きがありますが、まあ、こっち向きで、やるとここに水が、よく溜まったりするので僕はこっち向きにやっております。でここもね水溜まってしまうんですけど、ここはまあある程度太陽当たって蒸散してくれるので、こうするとちょっと影になってね、この山が影になって乾かない時もあるので、直射日光だけではなのでこっち向きでやるようにしております。はい、まあ、こんな感じでしとけば、まあ、病気出ずということで、まあ、レタスとトウモロコシしかやってないので、まあ、育苗期間がどっちも長くても30日ぐらいの、まあ、1ヶ月のもので、まあ、ほとんど1ヶ月育苗しないので、そこの面は全然他のものと比べるとやり方が日数が違ったりするので全て一概には言えませんが、ネギとかは多分消毒とかした方がいいんですが、これの場合はレタス、トウモロコシの場合は水洗いをさっとして、とりあえず砂、菌が溜まるような有機物を残さないような形で、干しておくという感じにしております。はい、まあ、こんな感じでやって終了です。はい、というような感じでですね、セルトレの掃除というか洗い物をしております。まあ本当にさっきも言ったようにトウモロコシとレタスに関してはこれの方法で今のところいけてるのでやっております。とりあえず1年に1回この時期にやるような感じですね。なんでレタスを2回使ってトウモロコシ1回使ってのこの3作だけ、行って、やっております。はい、まあ、そんな感じで、まあその最初の方でも見せたようなちょっとこう 雨が当たるような場所なんですけど、晴れの日は晴れてしっかり乾燥するような感じであるんで、でなるべく土を持ってこないというような状況で、畑でねそれぞれ使用した後も土をなるべくつけないようにするのが結構大事かなと思います。そこの保存方法も、結構肝になってくるというか、消毒しないでやるには大切なのかなと思ったりするので、はい、その辺も気をつけながらやっていくといいかなと思います。まあ、屋根のところでね、太陽が当たるね、時間帯によっては屋根太陽が当たってっていうで雨が当たらない屋根のところで保存するのが一番綺麗ですけど、はい、まあ、そんな具合でやると病気が出にくかったりするので、で、まあ、病気が出るところで、まあ、切り替えでちょうど、まあ、それぞれもボロボロになったりするので、これで5年6年ぐらいまあね使えたらなと思っております。ということで、今回はですねトウモロコシレタスのセルトレー200ケツのねセルトレーの洗い方についてでございました。はい、ということでご視聴ありがとうございました。